ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりジジイぜ。電磁魔連邦サイドミッションも第8回目やっていこうと思うぞい。今回は何が出てくるのか？今回もあれやこれや出てくるぞい。お、楽しみだな。というわけでホワイトベースで出た謎の青いゼリーのオマージュスイーツを食べながらゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。メリディーのゲーム万歳。さあ、行くぞ。それではやっていこう。前回はテキサスコロニーを秘密基地化しようとしていた悪のジオンを成敗したんじゃな。そして、またまたジムが支給された。我が部隊はジムだらけなのじゃ。ジームコレクターと思われておるんか？ジームコレクター。軍からも認められるジムコレクターになっているな。こんなにジムばっかり、持て余すわい。で次のミッションは？陸戦型ガンダムの新装備 180mm キャノンの実戦テストらしい。ほほう。このミッションをクリアすれば新武器ゲットってやつのあれだな。これまでの流れからするとそうなるな。遠距離狙撃が可能になって楽しそうな武器だな。しかし小回りが効かないので接近されると厳しい。ということで実戦でのテストなので実戦じゃ。ジオンゲージからにすればよいのか。新装備のこけら落としなのじゃ。まず最初の犠牲者は、いきなり近くに急爆が。待て、やってやんよ。いきなりサーベル抜いとる。てて押されました。暴力振るわれました。いやジジイの方がもっとやっとるわ。正当防衛じゃ。というか旧作2体もサーベルでやっちまってるじゃないか。新装備のテストが目的だろ？マデラアタックでしっかりとデータを取るのじゃ。武器開発者怒るぞ。マデラアタックを倒すためにその武器を開発したんじゃなーい。違うのか。どう考えても違うだろ。じゃあビームサーベルで倒そう。いいからちゃんと新武器を使え。いちいちうるさいの。悲しいけどこれ戦争なのよねー。都合よく武器使ってられないのよねー。スレッパーもこんなところでセリフ使われて草場の陰で泣いとるわ。未来途中するためだけに出たキャラ。そういう言い方はやめなさい。これ俗に怒られている。ジオンにもスレッパーのファンがいたのか。ところでスレッパーが未来に渡した母の形見の指輪はどうなったと思う？あの場面で母の形見とはいえ指輪を渡すのって結構重い意味もあるわよね。思いを寄せた人の母の形見が、思いを寄せた人の形見になってしまった。スレッパーは軽そうなキャラと思いきや芯が通った男だったからな。あの場面で形見を未来に託すというのはプロポーズに近い思いなんじゃろうな。そうなるな。その後、未来はブライトと結婚しハサウェイとチェイニーの一男一女を授かるわけじゃ。さて、指輪はどうなったのか。未来の性格からして大事に持ち続けているんじゃない？わしもそう思う。さすがに捨てられんじゃろ。捨てていたら鬼畜すぎるな。ここで気になるのはブライトはこのことを知っているのかいないのか。どっちなんだいってことじゃ。ああ、ブライトねえ。となんだろ。普通に話してそうな気もするぜ。わしは別に話す必要のないことだと思うから話してないと思うぞい。なので指輪自体は未来が持ち続けているが、指輪の存在はブライトは知らないと思う。視聴者の皆さんはどう思いますか？よかったらコメント欄にご意見をお待ちしております。ということでジオンのゲージも残り4分の3程度。新装備 180mm キャノンをぶっ放してまいろう。しっかり避けられとる。じゃあす。そして、しっかり食らっとる。うわっこ、こいつ、違うぞ。ザクなんかと装甲もパワーも。いやザクだろ。どこからどう見てもザクだろ。ザクに見えないならいい眼科紹介するぞ。あら？そう？食らいまくっとるな。なんかね、陸戦型ガンダムの時って結構ボロボロなのじゃよ。相性悪いのか？ただの腕だろ。あ、またサーベルで倒してる。180mm キャノンなんて取り回しの悪い武器は使ってられんのじゃ。弱サーベルの時代なのじゃ。完全にミッションのことを忘れておるな。チートホークでやる気満々じゃな。クラッカーの煙が逃げみたいになってガンダムとザクが温泉に使っているようになっとるやろがい。何に文句を言っとるんだ。そよこのザクがいついてうるさい。一気相手に向きで来るとは不況なり。またまたサーベル。おし、多分次で最後じゃぞ。この距離ならばっちり 180mm キャノンで仕留められるぞい。え？フラグ立てた？なんじゃフラグとは、わしの狙撃スキルを舐めるなよ。外した上に食らったすごいスキルだ。そ、ミス。そ、ミス。ムッキー。あ、愚か者ねー。サーベルじゃないか。勝てばよいのじゃ勝てば。勝利至上主義者。180mm キャノンの有用なデータ収集ができた連邦はさらに軍力が向上したのじゃった。どこが有用なデータだ。ほとんどサーベルだったろ。ということで再び重力の井戸に落ちるぞ。地上に行くのか。ニューヨークで赤く輝くあのミッションに行くぞい。ベリーハードか。超高難易度だな。ジジイでは絶対に無理だろ。ホワイトベース護衛のミッションじゃ。どうやらガルマがあれしてこれして測ったなあなところじゃな。あれしてこれして。ガウでも飛んでくるのかしらね。どうじゃろうな。とにかく一定時間ホワイトベースを護衛するミッションらしいが電波たちはどうしたんじゃ。どうしたんでしょうね。まだ脱走中だったりして。脱走するのはこの後じゃろ。まあ、とにかく陸戦型ガンダムで出発したる。ホワイトベースを護衛する陸戦型ガンダムって何かいいな。
ガンダムじゃないところがいいのぜ。さてさて測られている人はどこぜ？まだ測られていないみたいね。そうかそうか、測られていないのならいかった。でホワイトベースを守るのが任務じゃったな。お、未来さん。相変わらず白目がないのう。ヘッドセットのマイクをしているような髪型なのぜ。むちゃくちゃ言うとるな。とりあえずホワイトベースへの挨拶も済んだし任務に当たろう。上にタイマーが出ているな。この時間、ホワイトベースを守りきれば良いわけじゃな。残りだいたい1分40秒じゃな。わしにかかればお茶の子さいさいよりうしゃくしゃくなのぜ。ザクが来たわね。ホワイトベースにジオン兵どもが群がってきたのぜ。ガシガシ倒していくぞい。いつになく強気なジジイだな。このミッションの難易度がゲーム中最高難易度のベリーハードなのを忘れているな。ベリーハードだからといってわしに勝てるものではないのぜ。矢でも鉄砲でも持ってこいっちゅんぜ。モビルスーツ持ってきました。なんかビーム出てるな。ホワイトベースも攻撃参加してくれているみたいじゃな。息を潜めて隠れていたんとちゃうんか。まあ敵に見つかったから隠れている必要もなくなったんじゃない。ホワイトベースの援護もあるなら本当に余裕なのぜ。所詮ザク、不合の衆なのぜ。無造無造なのぜ。ザクが不憫でならんわ。2分切りました。ホワイトベースは無傷。勝ったっ第三部艦。何が第三部なのよ。スタンドなんて出てきてないでしょ。お、ホワイトベースに取り付いてシャア。あら、シャアが出てきたわね。なんで赤い彗星がこんなところに。なんでってそりゃ測るためだろ。あ、そうじゃった、測るんだったな。テントまで出てきたぞい。赤い彗星が出てきたら白い悪魔も出てくるでしょ。緑のタヌキは出てこないのか。何の話だ。なんじゃあのザク、えらい硬いぞい。こっちの攻撃当たっても全然削れないな。3倍速いだけじゃなく3倍硬いのか。チートか。きっちりホワイトベースを落とそうとしているな。シャアが来てからホワイトベースがモリモリと削られておるのぜ。やめてよして。残り1分20秒もあるわよ。ホワイトベース持たないぜ。なんとしてでも食い止めねば。待て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 。シャアが強いな。空中でビームライフルを避けおったぞい。今、当たったのに全然減ってないぞい。これはいろいろとやばいわね。ホワイトベースの援護もエイムが悪すぎて役に立ってないし。電波どもは何をやっているんだ。今、目の前を突っ切ったぜ。一気にホワイトベースもゲージ半分まで削られとるな。うらぁ、わしの装甲も削られておる。ジジイ最大のピンチだな。それでもシャアザクは撃墜するのぜ。あれ？シャアザクどっか行っちゃった。なんかエリア外に行ってしまったな。む？どうしたのじゃ作戦か？測りに行ったんじゃない？とりあえずシャアの脅威は去ったのぜ。あとハウゾウムゾウのザクを蹴散らすだけよ。ザクには強気。何かレーダーにピンクの点が。何かしら。まさか。まさか？シャアに測られたあの人のあれが。ガウの坊やか。吹っ込んできているん。こうだと？君はいい友人であったが、君の父上がいけないのだよ。シャア、測ったらシャア。測られましたな。というかホワイトベースにまっすぐ突っ込んできているわよ。このままじゃガンダムの首ころりになっちゃうわよ。やらせはせんやらせはせんと。しっかりガウにやられているな。このガルマは強いガルマぜ。やりおる。装甲めちゃくちゃ削られているじゃないの。あら、レーダーから消えたぞい。なんか爆散したみたいだな。わしの勝利というわけか。愚か者め。なんかよく知らんがそれは言うんだな。まあ決まりみたいなもんじゃからな。それにしても今回も良い計られっぷりでしたな。ホワイトベースの直前で突然の爆散、なかなかの計られっぷりでしたな。ガルマの計られっぷりを堪能したメリジー、ついにあのモビルスーツが支給される。中距離支援用の試作モビルスーツです。有効に運用してください。はい、有効に運用させていただきます。ついにガンキャノンが登場ね。火力重視中距離支援型モビルスーツ、ロマンしか感じないのぜ。そして次のミッションは何？敵の新型モビルスーツ撃破ぜ。なんと今回からザクではなくドムも出てくるようになるぞい。お、ついにジオンのモビルスーツのバリエーションが豊富なってくるのか。ここは支給されたばかりのガンキャノンで参ろうぞ。せっかくだしなガンキャノンの乗ろうぜ。ガンキャノンと来ましたら、容器はやっぱりガンタンクなのぜ。RX シリーズの強さを見せつけてやろうぜ。ドムごときに遅れは取らんのぜ。ガンキャノンでズババーンなのぜ。気温が頭悪すぎだろ。作戦としてはドムをエリア外に逃がさず倒すってミッションだったな。変わったミッションね。3体逃げられる前に3体倒すってことらしい。お、でもいるのは旧作。ドム以外も出てくるのか。前方に3体のモビルスーツがおるな。まずは1体1体倒していこう。せっかくのガンキャノン偉人じゃしな。ガンタンクが頭上をかすめていったな。おっかないわい。あ、今ドムがいたな。ジジイ追いかけろ。ドームが邪魔で追いかけられない。迂回戦といかんのか面倒じゃな。早くしないと逃げられるぞ。いやいや、この迂回が結構面倒なのじゃ。なかなか視界に入ってこないな。どんだけでかいんだ。イライラしてくるな。ジャンプして移動すればよかったのか。それでも結構な距離じゃ。視界が悪いな。ようやく橋が見えてきたのじゃ。あ、一気に逃げられたぜ。くそ、ずるいぞジオンめ。こりゃもうザクにかまけている場合じゃないぜ。ドム狙いなのじ
ザクをなんて倒してもダメなミッションじゃからな。容赦なくドムを叩くぞい。ドムキラー。しかしターゲットはザクじゃ。せっかくだしザクやっとくか。結局やるのか。横にドムを見な。ザクを倒したので照準がドムになった。いててててて、バズーカ食らったのじゃ。バズーカ対キャノン砲。どっちが強いかはっきりさせよう。あ、また照準がザクに。逃げられるぞ。逃がしてたまるか。でも逃げずに立ち向かってきているな。なかなか勇ましいやつじゃないか。さっきのドムのパイロットとは依頼違いなのじゃ。それにしても命中率低すぎだな。ことごとく外しているぞ。敵がニュータイプなのじゃ。ニュータイプじゃないだろ。やっとドム1機。残り2機頑張って。先は長いのう。接近戦がビームサーベルじゃなく格闘というのがな。こりゃ完全に電波ガンキャノンのイメージじゃな。違うゲームでも電波がガンキャノンのことを格闘も強いみたいな紹介しているもんな。そりゃあなたが乗ったら強いでしょうよ。普通の人はそういう運用しないのよ。ヒート豊富に切られまくっているな。あ、また切られまくった。ガンタンクの援護虚しくやられまくり。ガンタンクがザクを欲したぜ。ちょっとそろそろドムに集中したい。目の前に飛んできた。飛んで死にいる夏のドム。袋叩きにしておしまい。ガンタンクと追い込んでいくのじゃ。よしきっちり落とした。良い連携。あとドム行きたいね。目の前のあれはザクだな。ドムはどこじゃドムは。でもガンタンクはザクに引っ張られる。ならばわしも。わしは引っ張られないで。遠距離キャノンを食らえ。おお、前の動画では使えなかった遠距離キャノン。初。初なのかよ。はよザク倒さねば、ドムに逃げられる。あと一押しだぞ。ちょっとタンク目の前邪魔。あ、今度は盾になってくれた。ドムいたぞドム。よしドムドムハンバーガー発見。浅草花屋敷の。愚か者めー。ちょっと私が話してる途中だったんだぜ。タイミングが悪い。このタイミングだけは絶対なのか。今回もなんとか無事参戦終わったのじゃ。そして動画の尺も良い感じになったな。陸戦型ガンダムから始まりシャアが出てきてガンキャノンと、バリエーションもあったな。うむ、次回は何が待ち受けているのか楽しみじゃぞい。新しいモビルスーツとか出てくるといいわね。またガンダムに乗りたいわい。というわけで今回はここまでです。皆さんと昔遊んだゲームの感想や感動を共有していくことを楽しみにしておるので、よかったら他の動画を見てくれると嬉しいのじゃ。そして新しい動画をアップした時はまた見に来てくれると嬉しいぞい。共感してくれたら高評価をしてくれると G さんの励みになるんだぜ。そして新しい動画を見逃さないためにも、また見に来たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれて。ありがとない。ギレンが演説をしていたな。次回はあの国葬から始まるのか。なぜだ、あの演説は最高にかっこいいな。ギレンらしさが詰まった演説にジオン兵の士気も爆上がりだぜ。まあ、結局負けるんだけどな。身も蓋もないことをおっしゃる。